こんにちは。どうも、埼玉で野菜農家をしながら NFT 始め方学校の運営をしているオレッチです。今日もスタッフさんと仕事終わりに雑談をしていきます。はい、最初 NFT トークで定番の、はい、半減期来ましたね。はい、ビットコイン半減期来ました。おいで。ルーンストーンホルダーさんにルーンっていう新しいトークン企画ができたみたいで、それのフリーミントエアドロップか、エアドロップが始まったみたいです。自分もちょっと1個だけルーンストーンっていう NFT を持ってるんで、トークンもらえるかな、楽しみですね。ルーンストーンもね、だから一時100万円ぐらいで売買されてたのが、そのここでスナップショットって言ってね、ホルダーさんの記録を取った後に投げ売りが始まって、30万円ぐらいまで下がって、でちょっと今盛り返して、ね、価格みたいやけど、うん、そんな感じみたいです。はい、あとはあれ、昼間にオープンチャットの方には流したんですけど、ワールドコインの記念 NFT みたいなのが無料で配布っていうかね、無料で受け取りができるみたいな、ガス代だけ必要ですけど、そういったものがあるんで、あのちょっと興味ある人は NFT 始め方学校のオープンチャットの方に遊びに来てください。はい、じゃあ雑談していきましょう。はい、何かありますか、加藤さん。そうですね、明日また水菜を取るというふうなパターンになってると思うんですけれども、その水菜の、その一口は、定食したばっかりでもって、あれ枯れてねって思って、それって復活するか枯れっぱなしかって見分けってあるんでしょうか。あのね、植えた直後に、3月すごい寒気が入って、で氷点下まで下がったんだよね。それで霜にやられて、で、まあ、苗の葉っぱが枯れ込んじゃったんだけど、まあ、なんとかつくだろうと思ってしっかり灌水してやったところ、また新芽が出てきて、で収穫できるレベルになっています。で見極めなんだけど、まあ、今回は微妙でしたね。あのね、この時期3月中旬植えてあんなにやられちゃう経験がないんですよ。うん、まあそもそもね、昔は3月にあんまり定食、畑に定食ってしてなかったんですよね。うん、あの3月4月、そうだね、本当に昔は水菜メインでやってたんで、枝豆やるようになってからもハウスの中はそう4月いっぱいぐらいまで水菜を入れてて、5月取りぐらいから露地をやってみたいな感じでいたんですけど、まあやっぱ年々ね、こう春先葉物の相場が上がらなくなっちゃったんで、ハウスの枝豆を前進してハッシュ定食するようになったんですよ。したんですよ。でその代わりに露地に水菜を植える、うん、感じ3月から、はい、まあ、2月の早いところは下旬頃からね、はい、やってたんだけど、今年はだからそれをのパターンでやり始めてから初めてですね、あんなに枯れ込んだのは。だから正直分かんなかったですけど、まあでも根っこが元気だからついちゃうかなと思ってたんで、うん、ね、あのまあ寒気来ましたけど、基本的に暖かい日が続いてたんでね。そうですね。うん、で、なんとか活着して、はい、収穫できるようになりましたけど、そこの下げたところよりも先に、その次の口、次に植えた口が先に、まあ、すくすく生育してるんで、そっちを先に取りますね。うん。まあ、復活したところも、まあ、取ってもいいぐらいの丈にはなってるから、続けてやるような感じ。で植えた時の予定で言うと、今週の
月曜日、今日、あれ今日月曜日、うん、今日からその枯れ込んだところは取るつもりでやってたんですよ、うん、月火水で取って、でその次の口を木金土ぐらいで取れるだろうと予測で、そこから先はちょっとゴールデンウィーク、世間的にゴールデンウィーク入ってるんで、はい、女の人のパートさんのね出勤も減るだろうということで、今週いっぱいで水菜をやりきるつもりで植えてたんで、うん、まあちょっとね結果的にそのしもげちゃったのがあるけど、まあ、ある意味予定通りだね。だ今週中にあの2口を終わらせて、連休中はネギに集中するような感じでいます。うん、なかなか難しいですけどね。そのコントロールするのが ね、 そうですね、仕事を計画的に作っていくのがね。はい、だ皆さんも今、その朝礼であるとか、まあ、作業中もね、時々、俺の方から今日はどうしますかとか、この後どうしますかと聞いていますけども、そういうなんか考える訓練を繰り返すことで、あのもっと計画立てるときに、うん、精度が上がっていくと思うので、ぜひですねその考える練習サボらずにやってってもらえたらと思います。あの肉体的にきついのも頭脳的にしんどいのも、やっぱこう自分自身を鍛えることに間違いはないんで、うん、で辛いの乗り越えないとやっぱ成長しないと思うんで、はい、そうです。だから見ててね、だいぶあの考え方の精度も以前に比べて、うん、向上してるなっていうのは感じますんで、はい、引き続きやっていきましょう。はい、はい、ありがとうございます。はい、ヒデさん何かありますか。あの今朝礼で、うん、今日の朝礼で、うん、あの加藤さんから追肥、ネギの追肥の話がちょっと出たんですけど、うん、そのネギの追肥って、うん、あのあれですか、この間先週あの引っ張り組んで僕が初めてやったところの畑の話ですか。うん、ネギ基本的にはまあそこの話なんですよ。だから追肥っていう、追肥って本来だったら元肥って言って、定食する前に畑地作りで肥料をまず入れるんですよね。で、あとは畝施肥って言って、植える前に植溝に肥料を落としていくっていうのを通常のパターンでやってるんですけど、こうどうしても仕事都合で、うん、肥料を振るよりも先に今回植えちゃったんで、うん、だから植えた直後のところに肥料を入れました。で明日は天気だから、明後日雨だっていうから、うんうん、雨で溶けて土に馴染んでくれると思うんで、うんうんうん、まあ今回はそれでやってしまおうと、うん、何しろ早く植えないとっていうのが先にあったんでね、うんうん、で昨日もだから、うん、昨日今夜か、夜かな、昨日の夕方ぐらいから雨だったでしょ、うん、で、なんだろう、植えるのを遅らせて今日とかにしてたとすると、まあ、昨日の雨程度だったら問題ないですけど、もし大雨が降っちゃうと、その溝が閉まっちゃって植えるのが植えなくなっちゃう、うんうん、まあ、植えれたとしてもその植え付け状態が悪くなっちゃうのが予測されたんで、ちょっと先に畝施肥をすっ飛ばして植えたっていうのが、うん、実際のところですね。なんで今日、まあ2人に頼んでもよかったんですけど、大した面積じゃなかったんで、2段ぐらいだったから1人でパパパッとやっちゃいました。うん、で合わせてね、定食後にその雑草の発芽抑制剤を散布するんですよ、553っていうの、うん、それもだから合わせて1人でやっちゃいました。うん、うん、まあ前回あのその前のトンネルネギの畑と、あれか、その前に植えたネギの1回目の追肥はやってもらいましたけど、はいはい、うん、まあ正直あの量を2人でやることの量じゃないんだよね、うん、うん、そう、まあ練習がてらということで2人に頼みましたけど、うん、まあ通常だったら1人でやれる、うん、うん、
やっちゃうぐらいの作業ですね。で、まあ、まだヒデさんも初めてだし、まあ、慣れてないし体力的な部分もあるだろうし、まあ、そのペースが分かんない部分もあると思うんで、まあ、この間はゆっくりやってもらってましたけど、うん、やっぱこうそうだね、仕事でやろうと思うとさささっとさささっとやるようなんで、うん、実際だから今日俺が出荷から帰ってきてから追肥したんだよね。うん、4時ぐらいから2段分追肥と除草剤の散布をして、で戻ってきたのが5時15分ぐらいだったか。うん、だから2段で1人で準備から移動から含めて1時間15分ぐらいだから、1段分追肥と除草剤散布で30分ぐらいかな、うん、目標タイムというかねぐらいと思います。でこの間2人にやってもらったのがちょうどそうだね、あそこ3単分ぐらいかな、全部で3単ちょっとぐらいなんで、うん、まあまたタイミングがあればお願いするようになっていきますけど、うん、できれば早めに、そうですね、ペースとやるべきことを頭に入れてもらって、もう一人で動けるようになってもらえるといいなと思います。まあ、しばらくは2人体制で、うん、加藤さんとペアで行くか俺とペアで行くかですね。まずは加藤さんと一緒にやって、うん、加藤さんのペースに負けないペースをでできるようにはしてください。で加藤さんは加藤さんで、新人さんが的確に動けるような指示出しができるようにしっかりしてください。うん、で、その上である程度何度かこなしたら俺と一緒にやりましょう。そしたら俺がやるペースをお見せできるので、うん、今度はだから最終的には俺のペースを目標にやってもらうような感じになってくると思います。うん、まあ、いきなりすぐは同じようにはできないと思うんだけど、うん、でも目指すところはより高いところを持ってってもらうようだから、まずは加藤さんとやってもらって基礎固めをする。加藤さんもヒデさんっていうかね、新人さんと一緒にやってもらって、しっかり教えれるスキルをつけてもらうと、うん、いう感じで、加藤さんに教わったら今度はヒデさんは俺と一緒にやるときに俺に教えてみてください。うん、俺に教えれるように頭に叩き込んでください。そこで俺がチェックしますから、ちゃんと理解してるのか、大事なポイントが把握できてるか、うん、あとまあおおよそのペースとかね、うん、チェックを入れます。で当然ですけど指摘が入るとか、そしたら今度その指摘した部分をしっかりものにしてください。うん、まずは考えるところ、基本的な考え方、ね、作業の仕方、うん、効率的に動き方、その考える部分はしっかりも頭に入れてもらう。加藤さんに習ったところと俺から指摘したところで、うん、で。スピード的な部分はもう回数こなしてやっていくしかないです。うん、で体力つけてってしかないんで、まあ、すぐには求めませんけども、まずはその考え方が曖昧だと、うん、やっぱ成長スピード遅くなっちゃうと思うし、一人でじゃあヒデさん一人でやってきてくださいってお願いすることができなくなっちゃうでしょ。うん、ね、だまあ朝かな、昼間もちょっと言いましたけど、ヒデさんはね、やっぱりこう今までねデスクワークが多くて考えることの多い仕事をしてきたと思うんで、その考える力だとか、あの周囲を見渡す力だとか、うん、観察する能力とかね、そういうのは長けてると思うんで、まずはそこを活かしてしっかり知識として覚えて
でやってもらいたいと思います、うん、体力は頑張って続けてれば後からついてきますから、うん、まあ、繰り返し言うけどね、無理すぎて体を壊さないように、うん、ご自身をケアしながら、はい、で着実にレベルを上げていきましょう、ね、ドラクエでもね、戦士タイプとさ、魔法使いタイプとさ、僧侶タイプとさ、それぞれ持ち味が違うから、持ち味生かしてね、で全体の能力を上げていってもらえれば、うん、いいと思いますね。はい、はい、まあ、ネギの追肥についてはそんな、はい、はい、感じでした。他何かあったりしますか？あ、大丈夫、はい、大丈夫ですか、うん、まずね、そうだな、一つ俺から言うとしたら、元気よく行きましょう。元気よく、元気よく。うん、そう、言葉もそうだしね、うん、表情とかね、そっから多分、うん、何するでもそこが俺は大事かなと思います。うん、なんか声がね、自信なさげだったりするからね、はい、じゃあそういうわけで、はい、はい、じゃあ本日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、さよなら。さよなら。